薄いんでペラッとしてる2冊こうあって、こういう感じでもう、はい、こんにちは、ぽのすけです。今日はですね、4月に購入した本をご紹介していきたいと思います。先月ですね、紹介した分をたくさんご視聴いただいてありがとうございました。嬉しいです。4月の購入本は結構たくさん買ってしまって18冊買いました。ではちょっと長くなると思いますけど、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、こちら1冊目、パンク侍切られて候、松田光さんです。時代小説で結構面白いっていうのを聞いたので購入してみました。1つ目はこちら、谷崎潤一郎、詩人の愛です。全然ちょっと谷崎さんの作品を読んだことなくて、この詩人の愛が結構面白いって聞いて、年の差の恋愛で結構ね、15歳ぐらいの女の子を好きになっちゃうっていう話らしいんですよ。で、気になったので購入しました。3冊目こちらです。白男、阿部公房です。阿部公房さんの作品は結構不条理小説って言われてることが多いみたいで、不思議な設定が多くて、もう一個なんか砂の女っていう本も買ったんですけど、これは5月にちょっと購入でまた紹介しようと思うんですけど、そっちもちょっと気になってて今読もうかなって感じです。こちら4冊目、白い印、西加奈子さんです。西さんはすごい明るい方で、すごい素敵な作家さんなんですけど、西さんの作品も全然読んだことがなくて、これからちょっと挑戦していこうかなと思ってて、一番ちょっと白い印が気になって、恋愛小説みたいなのでこちらからちょっと読んでみようかなと思って購入しました。じゃあ次、5冊目ですね。はい、村田沙耶香さんの地球星人です。この地球星人っていうのが2018年に単行本が出版されてたんですけど、それの文庫化が最近本当に4月に発売されて、結構本屋さんにかなり積まれてたんですよ。で、私もそれで気になって購入をしました。この話も主人公が自分のこと魔法使いだとちっちゃい頃から思ってて、ステッキ持ってたりとか、ぬいぐるみがもう魔法を使えるっていうことをずっと信じてる女の子なんですけど、まあ親戚のお家の男の子と仲良くなるんですけど、その男の子と、まあ小さい頃にね、恋して一緒に結婚しようってこう約束するんですけど、まあその男の子は僕は宇宙人なんだっていう話になって、で宇宙船を探してるっていうことを言うんですね。で、宇宙船を探してるからもしかしたらもう会えないかもしれないって言うんですけど、でも年に1回だけこの男の子に会える日があって、その男の子に会える日にすごい楽しみにしてるんですね。で、会った時に絶対結婚しようねとか大好きだよっていう話をするんですけど、でも会わない時期が割と長く続いて、まあ主人公の女の子は結婚しちゃうんですけど、でもその結婚は性行為だったり結婚生活として必要とされてることをしないっていう風にするんですね。そういう性についてだったりとか、結構常識だったり普通とされていることに対して、それはなんでなんだろうとか、どうしてそういうことはしなきゃいけないんだろうとか、まあそういうことをずっと問いただされているような作品になります。まあ、本当にコンビニ人間が面白いって思った方には、さらにコンビニ人間をディープにこう深いところまで知れるような作品になってるんじゃないのかなと思います。こちら6冊目が村田沙耶香さんのコンビニ人間です。じゃあコンビニ人間は芥川賞を受賞されて、その後ちょっと読んだことがあったんですけど、まあその時はちょっと借りて読んでたので、なのでちょっともう一度再読しようと思ってコンビニ人間を購入しました。こっからちょっと海外文学の作品にダッといきます。こちらですね、ヘルマン・ヘッセのデミアンです。このヘルマン・ヘッセっていう方もすごい海外の文学の中でとても有名な方みたいなんですけど、もう一冊ね、
有名な本があるんですけど、そっちじゃなくて私はこっちのデミアンの本をちょっと気になって購入してみました。まだ読んでないので楽しみです。こちら8冊目がフランツ・カフカの変身です。カフカっていうとドイツ文学で有名な作家さんで、私これあらすじ読んですごく気になって買った本なんですけども、主人公がある朝起きたら虫になってるんですよ。めっちゃ驚きじゃないですか。で、結構その虫っていうのが割とちょっと気持ち悪いパターンの虫らしいんですよね。足が結構多めで、ムカデっぽい描写なのかなっていう感じなんですけど、虫になってしたらね、結構家族にも気持ち悪がられるんですよ。お兄ちゃんが虫になっちゃって、妹とお父さんとお母さんがいるんですけど、まあ、お兄ちゃんがね虫になっちゃったっていうことで、結構ね妹が割とお兄ちゃんのお世話をしてくれるんですけど、その他のねお父さんお母さんはちょっと気持ち悪いみたいな、部屋に入れないでっていう感じでちょっと拒否しちゃうんですね。それが本当に悲しくて、でも主人公の気持ちは全然変わらないんです。虫になったとしても私は私だから全然変わらないのに、なんか他の人たちにちょっと、ね、気持ち悪がられてしまうっていうのがなんかすごい悲しくて、でもね設定としてはだいぶなんかコントっぽいというか面白い設定じゃないですか。私すごいこれで面白いなって思ったのが、最初主人公が虫になっちゃうんですけど、それでもねやっぱりすごい真面目な人で仕事熱心なんですよ。すごく虫になったことより仕事に行かなきゃいけないみたいなのが気になりすぎてて、朝そのなんか仕事場の、まあ、偉いね自分の上司みたいな人が迎えに来るんですよ。なんかいつもね同じ時間に出社してるから、なんで来てないのってなって上司の人が迎えに来るんですけど、でもなんかそのドアをね全部鍵かけてるんですよ、この主人公が。だからドアが開かないから、どうしたんだどうしたんだって言って、で今までずっと欠勤とかもしてこなかったから本当になんかどうしたんだってこう心配になられちゃって、でもねその中でなんとか、いや大丈夫ですみたいな、私そんな体調不良じゃないです大丈夫なんですっていうことをずっとね必死に主人公が訴えようとしてるっていうところが、この人社畜なのかな大丈夫なのかな、ちょっとなんかそこを笑えちゃって、いろんな楽しみ方ができるのかなって思います。9冊目がこちらです。カフカの人生論ですね。私だからそのさっきご紹介した変身でカフカにハマっちゃいまして、カフカって結構すごいネガティブな感じの人だったらしいんですね。なんか割と本当に絶望を感じてるような人で、それがねなんかすごい親しみを覚えるというか、なんかいいなと思って、そのカフカが名言集みたいなのを集めてて、それがこのカフカの人生論っていう本になってます。暗い人の文章を読む方が元気になれると思ってるので、暗くなっちゃった時、辛くなった時用の名言集ということで買いました。10冊目こちらまたです。フランツ・カフカの城です。この本はカフカの作品の中でも長編になっていて、城っていうね、まあ本なんですけど、未完の作品になってて完成は生涯されませんでした。カフカ自身があんまり作品を残してきた作家さんじゃなくて、当時生きてた時に作品はそんなに発表されてなかったらしいんですね。カフカは謙虚な感じの人だから、私がその亡くなった後に書いてた作品があったんですけど、まあ、それは世に出さないでくれっていうね、なんか遺書みたいなのを書いたらしいんですけど、まあお友達がいい人なのかおせっかいなのかちょっとわからないですけど、残してくれた作品をまあ、出版したらしいんですよね、後悔して。それででも私たちがこう読めるからすごく嬉しいんですけど、まあそれで、それで結構有名になって、今こうやってたくさんカフカの作品が出版されてるっていう感じです。雇われてる測量士なのに城の中に入れないっていう、またそれもちょっと不条理な理不尽な話なのかなと思うんですけど、ここがずっと描かれてるみたいです。こっちもまだ読んでません。楽しみです。11冊目はこちら、
ドストエフスキーの地下室の手記、めちゃくちゃ有名な方だと思うんですけど、本当にお酒とかも大好きで、生涯ずっとそのお酒を飲み続けてしまったから、お金もなくなって借金もたくさんできてしまって、まあそれで借金があるから本を書かなきゃいけないってなって、まあその出版料とかでお酒を飲んでって、なんかそういう人生だったらしいんですけど、なんかそういう人の人生って面白いなと思ったりして、すごい魅力的な方だと思うので、お好きです、ドストエフスキー。でドストエフスキーで有名な作品が罪と罰だったり、カラマーゾフの兄弟だったりあると思うんですけど、その中でもちょっと一番読みやすいんじゃないのかなと思って、ちょっとね薄いんでペラッとしてるこの地下室の式を買いました。冒頭から結構面白いんですよ。紹介しますね。僕は今40歳だが、40年といえばこれはもう人間の全生涯だ、老齢もいいところだ、40年以上も生き延びるなんてみっともないことだし、誰が40歳以上まで生きているか一つ正直に嘘偽りなく答えてみるがいい。僕に言わせれば生き延びているのはバカとならず者だけである、だったりとか。最初がね面白いんですよ。僕は病んだ人間だ、僕は意地の悪い人間だ、およそ人好きのしない男だ。僕の考えではこれが肝臓が悪いのだと思う。僕は病気のことなどこれっぽっちも分かっちゃいないし、どこが悪いのかも正確には知らない。なんかね面白いじゃないですか。冒頭からなんか引き込まれる文章だなと思って、救われるっていう気持ちもありつつ、ちょっとやっぱユーモアな作品面白いなっていうこう気持ちもありつつ、こうね勇気ある作品なんじゃないかなと思って、ずっとねこう独白が続くんですよ。地下室っていうぐらいだから地下室にいる主人公の独白なんですけど、ずっと続くのちょっと楽しみだなと思って買いました。またドストエフスキーで罪と罰も同じく買いました。情と芸結構長いです。この罪と罰結構長い長編の作品に、やっぱりちょっと昔の作品っていうこともあって結構読みづらいんですよね。私はもうこんな感じでもう付箋とか貼ったり、あとこういう感じでもういろいろメモしながら読んでます。名前がねすごいたくさん出てくるんですよ。ロシアの方だから、主人公もラスコリーニコフとか、あとお酒飲んでるお友達でマルメラードフとかいるんですけど、それがね結構呼び名変わったりするんですよ。日本人とかでも〇〇ちゃんとか〇〇くんとかだったら、おい何々みたいな感じのこうニックネームになったりするじゃないですか。なんかそういうのもね割とこの本の中で、あの人誰だったっけってなるんですよ、ニックネームで呼んだりするので。そこがもう難しいんで、かなりメモ取りながら読み進めてます。こちら海外文学最後ですね。マルセル・プルーストの失われた時を求めて、これめっちゃねこう分厚くて結構長いんですけど、この作品自体がめちゃくちゃ長い話で、本当の作品だともうめちゃくちゃ冊数があってかなり読みづらい作品にはなってるんですけど、それを、小説家の角田光代さんが翻訳をされてて、かなり、もう長い作品をこの一冊にギュッとまとめたような本になってるので、まあ、大事なところだけをこうまとめてっていう風な感じになりますね。私もちょっとその対策を読むのはまだちょっと難しいのかなと思って、ちょっと一冊でギュッと内容を見てみたいなと思って買いました。こっちが15冊目が、文学界ですね。5月号。ゲシはすごい好きで割と買ってる方なんですけど、文学界とあと群像とあと文芸を結構買うことが多いです。今回5月号で、新人賞の発表と、あと畑圭介さんのこちらですね、新作のお話が載ってます。ちょっと読むの楽しみです。16冊目がこちらですね、中村文則さんの10です。17冊目も中村文則さんで、
去年の冬、君と別れですね。で、18冊目もこちらも中村文則さんで、自由思考です。中村さんの作品は結構どんよりしたちょっと重いテーマだったりが多いんですけど、その中に結構光があることが多くて、本当に救われるような作品がすごく多いので、読んでてすごい気持ちいいというか、すごい勇気湧いてくるんですよ。なんか私が主人公じゃないっていう本当に気持ちになっちゃうぐらい、心情を書かれるのがすごく上手い作家さんだなと思って、いつもね気持ちいいぐらいに本の世界にバッて入れてくれるので、なんかそれが嬉しくて私を結構読んでます。本当病みつきになるぐらい面白い作家さんです。でこの10が、一応デビュー作になってて、当時24歳とかで多分デビューされてて、でその当時に書かれてた作品なんですけど、最初が本当にすごい面白いんです。昨日私は拳銃を拾った、あるいは盗んだのかもしれないが、私にはよくわからない。これほど美しく手に持ちやすいものを私は他に知らない。今まで拳銃に興味を持ったことなどなかったが、あの時私はそれを手に入れることしか考えることができなかったっていうね、この冒頭がすごい引き込まれる冒頭で、それがねすごく心にグッときます。まあ拳銃をこう拾って、最後はその拳銃をちょっと発砲してしまうっていうような作品にもなるんですけど、ここまでの過程っていうのがねすごい、自分が本当に拳銃を拾ったような、その男の子になったような気持ちでずっと進んでいくので、本当にドキドキしながら読み進められる作品だと思います。でこちらの去年の冬君と別れは、映画化もされました。こっちもかなりミステリーっぽいサスペンスっぽい要素も入ってて、これも面白いです。中村さんの自由思考、これが、エッセイになるんですけど、エッセイもかなり面白かったです。ですごいユーモアあふれる方だなと思って、自分のことを結構太陽が似合わないとかダンゴムシみたいとかすごいおっしゃってて、すごい面白いなと思って読んでました。あとね、蚊が殺せないとか、結構真面目をやめたいっていう話はなんか編集者さんにすごく締め切りとかに追われてるんだけど、真面目な方だから結構ちゃんと書いちゃうらしいんですね。今日12時までって言われたら本当に12時までにちゃんと仕上げちゃうっていう方らしいんですけど、でもそういうの本当やめたいって言ってて、下ネタ挟んで返してみようかなとか、原稿どうですかとか言われたら、あ、もうできてますみたいな、明日送りますって言って、なんかかなり小説っぽいタイトルにして、それをもう送っちゃって、開いたら嘘ぴょんって書いてあるとか、なんかそういうことおっしゃってて、かなり面白い作家さんだなと思いました。今回ですね、18冊ご紹介をさせていただきました。結構かなり長い時間になったと思うんですけど、お付き合いいただいてありがとうございました。本好きな方とか、はい、ぜひよかったら登録お願いします。じゃあ、またねー。